まあ、ぜひね、多分今朝のあのスペースで、まあ、のずっとね僕の母の声を聞きたいって言ってくれてる方がねあの結構いたので、まあ、母にあのなんかあのお宅が母の声を聞きたいと言っているので数分だけスペース配信をしてもいいですかって言ったら、とかって言って、でも始めたら意外とノリノリでした。はい、あのお母さんってさ、君たちのお母さんじゃないからその表記やめてくんない？なんかね、僕のファンがあのノラくんのお母さんの声を聞きたいんだって。さっきまでめっちゃ喋ってた、なんで無理するの？さっきまでめちゃめちゃ喋ってたじゃん。さっきまでめちゃめちゃ喋ってたじゃん。ね、かわいこぶってる。僕たち声似てました？なんか僕の祖母はその例えば僕が電話かけると僕の母なのか僕なのかわからないらしいんですけど、まあそれはさ親子だからさ似て多少は似てると思うけど、あ似てた、あ本当、テンションも似てる、あ本当、話し方が似てた、あ本当ですか、今喋ってるのは僕だよ。なんで母が乗っ取ってんだよ、おかしいだろ。お母様もいい声だった、 ありがとうございます。なんかみんな褒めてたよって言ったら、やっぱーって言ってました。急に歌い出すとこも、まあこれはそれはそればっかりはね、あれですね、まあ確かにそれは確かに母譲りかもしれない、うん、なんだっけ、あん、あそう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 、よくさ歌うじゃん、